その鎧はついにそれを着て戦う時が来たか。かたじけないことです。ウムギ谷で五郎を見つけました。酔っておったか。覚ましました。御身への借りを返すため本土へ船を出すと。悪人も使いよう。あやつほど海を知る者はおらん。この二人が下踏みの使いですか。そうだ。小太郎も太郎も中遊の士。鎌倉への書状を託すにふさわしい。五郎曰く近くで落ち合い船へ案内するとのこと。宵闇に紛れて立つぞ。その時までに戦支度を済ませる。はい、叔父上。頃合いだ。皆馬に乗れ。いつでも立てます。油断せず。野党にも気をつけよ。避けろ、ノブ。その顔、聞きたいことがあるようだな。申してみよう。五郎と知り合った戦いきさつは。ご近世の唐の絹を売っておったのを捕らえた。絹を燃やし放免してやった。罰する代わりに恩を売ったのですね。腕の良い先導は得がたいからな。猛虎の囲みは厚い。五郎は抜けられるでしょうか。抜けるしかない。我らが捕らえられたらどうします。死を恐れてはならぬ。勇気を持ち、守るべき民のことを忘れるな。志村様。五郎、船はどこだ。こちらに。生きてらっしゃったとは。よかった。よく引き受けた。見直したぞ。まあやるにはやりますが、岸を離れることなく沈められちまうかもしれませんよ。この身の兵が船に行参いますから。では奴らの気を他にそらさねば。止まれ。ここからは歩く。水戸だけ取りで我が父が槍川家から奪ったものだ。今や猛虎の砦。侍が二人で奪い返せば肝を冷やすだろうな。砦の中で騒ぎを起こせば、船の物見も目を向けるはずだ。五郎、これより我らは砦に押し入ってくる。その隙に船を出せ。ダメです。死ぬおつもりですか。いいから下踏みを届けろ。馬では気づかれる。歩いていくぞ。良いな酒井。猛虎は手強い敵だが、不意さえつければ勝機はある。それだけで砦を落とせますか。多勢といえど一斉にはかかってこられまい。幾度敵の不意をつけると。初手だけで十分。残りは切るのみだ。もうこの兵だ。隠れて行けば。敵に背を向ければ背中に逃げ傷を受けるぞ。Yeah!
どうしよう。門から新手が来ます。すぐに討ち取れ。見事な立ちさばき、よくやった。上達盛りではないか。こやつら恐れをなしておるぞ。それでこそ武士。ありがたく存じます。不覚を取るな。救援、隠れて。よし、坂井、続け。騒ぎを起こしてやれ。もうこの船にいる兵の目を残らず引きつけるぞ。おしょうだった。
足を止めるな。切り捨てて進め。見つかったな。奴らの船に追われればひとたまりもなかろう。いえ、我らがおります。それにこのヒアリも敵の兵器だぞ。それを使うと今は味方の命が肝心。操れるのだな。やってみせます。もうこの船を潰せ。砦の兵は任せろ。叔父上、ここで死ぬつもりはないがな。新手の船が来おったぞ。五郎の船に近づけるな。やりました。もうこの船が燃えています。続けろ。このまま距離を詰める。一度ならず猛虎の狙いをくじくとは。叔父上の教えに恥じぬようにと。それどころではない。まこと立派になったものよ。成長したな。あの下踏みには上申もしたためてある。お前を志村の後継ぎにするとな。叔父上、心中では常にそなたを後継ぎと思っておったが、この戦が終われば世に知らしめる。いつの日か民はそなたを頭と仰ぐだろう。わしの後を継ぎ地頭となるのだ。将軍様の下事情によってな。私が務めを果たせるでしょうか。
果たせるとも。援軍が着くまでの間もことを進めておかねばな。お考えが。兵を増やさねばならん。お前の友を連れ槍川で味方を募れ。ユナに会います。終わったら我がクバラの陣所に来るがよ。その後共にハーンから我が城を取り戻し、対馬を救う父と子として将軍様も勝利を祝ってくだされよ。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。